ナンバー不揃いで50億あるぞ。サツビアのシャワーだ。それわあ、あちゃ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 、もっと埋めてちょうだいよ。どうしたんだルパン。捨てっちまおう。何、こいつは偽物だよ。よくできてるがな。これがまさか国営カジノの大金庫からかっぱらったんだぞ。ゴート札だよ。ゴート札、幻の偽札というあれか。国営カジノにまで出回ってきただな。次元、次の仕事が決まったぜ。前祝いにパーってやっか。パー、そーかな、くさくさくさ。聞かねえなだな、カリオストロ公国だ。人口3500、世界で一番小さな国連加盟国だよ。それがゴート札の震源地というわけか。その筋じゃ有名な伝説さ、偽札界のブラックホールっての。ブラックホール、ちょっかい出して帰ってきたやつはいないとよ。ふん、怖いね。怖いから俺寝る。なんだこのスペア、丸坊主だよ。平和だね。Mm-hmm.
なんだ？どっちにつく？女だろうな。タイヤだ。よし。ただの車じゃねえぞ。あち。さて、面白くなってきやがった。まくるぞ。ただの玉じゃねえぞ。やったー。あらららら、気絶してるぜ。バラバラになるぞ。ハンドル頼む。ダメだダメだダメだ危ねえ。下下下下見ろ、下見ろってんだ、下を。さあそれでいい、そのまんま。ごめんなさい。おい、
ルパンよ。うん。まあ、なんつうざまだ。ああ、俺の花嫁は。あらあら。くそ。たくあん娘っ子一人にあいつら一体何者だ？指輪じゃねえか。はてな、どっかで。はっ、どうしたんだ、指輪見て急に目の色変えやがって。うわっ、いた。おい、ルパン、この古城に何かあるのか？ん？指輪と同じ紋章だぜ、ルパン。無人になってからそう古くはないな。マジか。誰だ？ただの通りすがりさ。観光か。ああ、まあね。ここは確か太閤殿下の館だったと思ったんだけど。今でもそうじゃ。よそ者がうろちょろして良いところじゃないんだぞ。これが太閤の館だって？空っぽの廃墟じゃねえか。七年前の大火事でな。太閤ご夫妻がお亡くなりになって以来、この通り荒れ放題になってしまったんだ。妙だな。太閤って王様のことだろ。今は王様なしってわけか。摂政がいるからな。困りはしないそうだ。早く帰れよ。へいへい。おい、ルパン。大きくなりやがって。どったの？とぼけるんじゃないの。一人でカッコつけて悩むんじゃねえ。ほら言え。くっ、ノーノーくっ、くだー。言え、言うか。言う。
摂政カリオストロ伯爵の城だ。あそこ見ろよ。いや、もっと下だ。水道橋の向こう。ん？さっきの船だ。花嫁はあの城の中か。あそこに水門があるんだ。昔のまんまだぜ。お前、あの城へ潜ったことあるのか？10年以上前の話さ。強盗殺の謎を解こうってな。まだ駆け出しのチンピラだった。で、どうだった？それがコテンコテン、尻尾巻いてよ、逃げちゃってる。うん。オートジャイロとは古風だな。伯爵だよ。え？さあ、宿でも探そうぜ。おい、おい。ジョド、不始末だな。申し訳ありません。ご婚礼衣装の仮縫いでございましたので、男どもが席を外した折でございました。今は北の塔か。はい、お薬でよくお眠りになっていらっしゃいます。外国人？はい、二人連れの男が逃亡を手助けしたとのことでございます。見つけ出せ。後始末は任せる。指輪がない。この文字は死滅したゴート文字だ。ゴート文字？光と影再び一つとなりて蘇らん。1517年。年号はローマ数字だ。400年前の代物か。お待ちどうさま。おお、うまそう。随分熱心ね。何見てるの？いや、なに、古い指輪拾ったんでね。値打ち物かなって。まあ、綺麗ね。これ、クラリス様の紋章よ。クラリス？ほら、あの方。あそこの写真、子供の頃のだけど、昨日修道院から戻られたの。きっと素敵におなりだわ。修道院？あら、知らないの？お客さんたちもクラリス様と伯爵様の結婚式を見に来たのかと思ったわ。あ、そうか。道理で観光客が多いと思って。でもクラリス様かわいそう。伯爵ってね、有名な女ったらしなのよ。おやま、俺みたい。こんばんどう？やだ。やっぱり伯爵の犬だって。指輪を見て目の色変えやがった。こ
花嫁だけじゃダメよ、指輪ももらいたい。そうはいかない。お前、昼間の娘が太后のお姫様だって知ってたな。おーら、言わなかったっけか。光と影、再び一つとなりてよみがえらんか。お宝でもよみがえるのかな。わあ、団体様のお月だ。くねろ。マグナムが効かねえぞ。こいつら暗殺のプロだよ。これも。いたぜ。本格的に攻めてきやった。この事件裏深いぜ。え、面白くなってきやがった。いい出来ではないな。このところ質が落ちていくばかりではないか。申し訳ありません。しかし今のような大量生産を続けては。やり直せ。納期も遅らせちゃならん。は、誰だ。この浄土一生の不覚です。ネズミ目を取り逃がしました。うん、ジョド、その背中の髪は何だ。あ、これはいつの間に。ルパン、ルパンの予告状です。読め。あ、はい。いや、しかし構わん。色と欲の伯爵殿、花嫁はいただきます。近日参上、ルパン三世。よかったな、ジョド。は、待とうではないか。ルパンとやらが来るの。よう、早かったな。仕事か。五右衛門が来たぞ。こっちも来たぞ。うん、覗いてみな。日本のパトカーだ。
銭形だよ。ダメ。おい、御所整列。これで役者が揃ったってわけだ。食事中に失礼します。国際警察の銭形です。ルパンの予告状が届けられたとの通報があってまいりました。ああ、アルセーヌ・ルパンの三代目とかという小僧のことか。インターポールはそんなことで人の朝食を騒がすのかね。閣下、ルパンを侮ってはなりませんぞ。来るといえば奴は必ず来ます。ご婚礼まであと5日、ぜひ私どもに城内を警備させてください。この国にも警察があってね、最もより優雅に英士と呼んでいるがね。お呼びですか。グスタフ、その日本人に協力してあげなさい。下がってよし。はい。閣下、今一つルパンめが花嫁を狙う理由を教えください。さあ、それを調べるのも君の仕事じゃないのかね。失礼しました。よろしいのですか、あのようなものを城内に入れましては。構わん。インターポールにも友人はたくさんいる。すぐ引き上げることになろう。銭形だよ。さすが昭和一桁。仕事熱心だこと。なんだあれは。それ以上進むな。何？見ろ。死にたくなければうろちょろせんことだ。部下にもそう伝えろ。警部、対人レーダーの反応もあります。いけすかにしろだ。素人にして阻止装置が大げさすぎる。女。おっと、降りるなんて言うなよ。女絡みだが、それだけじゃねえんだからよ。その指輪とやらに何かあるのか。それも娘をヒヒジジイの伯爵から取り戻せばわかるんだ。何しろな、マグナムが効かねえ化け物だ。おめえのやっぱとこの対戦車ライフルで。よう、ルパン、侵入路はめっかったかい。いや、すんごいもんよ。レーザーとレーダーの巣だ。そうか、戦車がいるな。それで銭形を呼んだな。何？本当か、ルパン。ポワ、あたり、いい感じしてるぜ。毒を持って毒を制すか。ここがカリオストロの城。俺たちはここ。このローマ水道は今も生きている。侵入路はこれしかない。ローマの水道でこっちの湖から城内まで水を引いてるんだ。なるほど、水の中ならレーザーもないってわけか。ゴエモン、見張り頼むぜ。気をつけろ、穴があるぞ。よい。第一関門か。行くぞ。
番よ。わっ、あれは時計の機関部だぞ。あの野郎うまくやったかな。あの風車は何だ。グスタフ殿の話では城内へ水をあげているとのことです。その水の出口は上の砲台の潜水です。続け。はっ。パリ本部より引き上げ命令です。直ちに帰還せよ。何、そんなバカな話があるか。俺が確かめる。なんでストルパンの予告が。だから理由は、伯爵が警察官は太鼓持ちじゃありません。気に入られようが気に入るまいが、もしもし、もしもし、くそ、伯爵に話をつけてやる。伯爵様へご案内。大至急伯爵に会いたい。帰れんのか、どうせ。やめろ。ここから先は信用ある者しか入れんのだ。何？国際警察が信用できんというのか。貴殿には引き上げ命令が出ているはずだ。お引き取り願おう。なんでそれを知ってるんだ。ルパンごときやつに東洋人の力は借りぬ。さあ帰れ。そうか、わかった。ひとまず引き上げだ。はっ。今ここに俺が来なかった？なんだと？バカ野郎、そいつがルパンだ。俺に化けて潜り込んだんだ。でっかい図体して変装を見破れんのか、極主持ち。続けルパンを逃がすな。ルパン、やめろ。警部殿を助けろ。かかれ。おお、すげえすげえ。やめろ、あいつがルパンだ。足を踏めろ。何かかかったようです。バカめ、さっさと帰ればよいもの。兵士がいませんが。グスタフ、持ち場を離れよって何をしとるの。お前はここにいろ。はっ。とっつぁん、すまね。愚か者め、バカ騒ぎをすぐにやめろ。わからんのか、まんまとルパンに乗せられよって。さあ。
ああ、ルパンめ、とうとう入り込んだか。面目次第もございません。警官隊へは警部は先に帰ったと伝えておけ。途中で蒸発することはよくあることだ。はな。こんばんは、藤子ちゃん。ルパン、仕事に熱中してるご婦人たら美しいね。もうこんなとこまで来ちゃったの？1年ぶりに会ったってのに釣れないんだろう。ずいぶん探したんだ。ルパン、探しての花嫁さんの居所でしょ。あら、知ってたの？教えてあげてもいいけど、私の仕事の邪魔しない？しないしない、したこともない。どうだか、北側の塔のてっぺんよ。もっともとても入り込めないでしょうけどね。ルパン、ひでえところに閉じ込めやって。どなた？泥棒です。
泥棒さん。こんばんは、花嫁さん。あなたはあの時の方ですね。忘れ物ですよ。このためにわざわざ伯爵に見つかったら殺されるというのに。なに、狙い狙われるのが泥棒の本性です。仕事が終われば帰ります。お仕事？私に何か差し上げられるものがあればよいのですが、今は虜の身で。これを。私の獲物は悪い魔法使いが高い塔のてっぺんにしまい込んだ宝物。どうかこの泥棒目に盗まれてやってください。私を？金庫に閉じ込められた宝石たちを救い出し、無理やり花嫁にされようとしている女の子は緑の野に放してあげる。これみんな泥棒の仕事なんです。私を自由にしてくださるの？ありがとう。とても嬉しいの。でもあなたはカリオストロ家の恐ろしさをご存じないのです。どうかこのまま帰って。ああ、なんということだ。その女の子は悪い魔法使いの力を信じるのに泥棒の力を信じようとはしなかった。その子が信じてくれたなら、泥棒は空を飛ぶことだって湖の水を飲み干すことだってできるのに。今はこれが精一杯。わざわざ指輪を届けてくれてありがとう、ルパン君。盛大なお出迎え痛みいるぜ、伯爵。早速だが君には消えてもらおう。さーて、そう簡単に消せるかな。やめて、その人を傷つけてはいけません。大丈夫お嬢さん、泥棒の力を信じなきゃ。おじさま。はい、おじさんはここですよ。すぐ戻ってくるからね。さて、何をして遊ぶのかな。君を引き裂くのは簡単だが、コソ泥の血で花嫁の部屋を汚すこともあるまいと思ってね。そんなこと言っちゃって後で後悔するぜ。減らず口はそれまでだ。一人として這い出たもののない地獄へ通ずる穴だ。可愛い顔をしてもう男を引き込んだか。
カリオストロの血は争えんな。我が妻にふさわしい。人殺し、あなたは人間じゃないわ。そうとも、俺の手は血まみれだが、お前もそうさ。我が伯爵家は代々お前たち太后家の影として謀略と暗殺を司り、国を支えてきたのだ。離して、汚らわしい。それを知らんとは言わさんぞ。お前もカリオストロの人間だ。その体には俺と同じ古いゴートの血が流れている。クラリス、400年の長き年月、光と影に分かれていた2つのカリオストロ家が今一つになろうとしているんだよ。ご覧、我が家に伝わる金のヤギと君の銀のヤギの指輪が一つに重なる時こそ、秘められた先祖の財宝がよみがえるのだ。飽きちゃった飽きちゃった、お宝目当ての結婚式やつだ。偽札作りの伯爵の言うことやることすべて嘘。女の子はとっても優しい素敵な子。おじさま、おじさま。はい、元気ですよ。女の子が信じてくれたから空だって飛べるさ。泥棒さんがきっと盗み出してあげるから。待ってるんだよ。くそ、その指輪がよこせ。やい伯爵、よく聞け。お前の指輪は俺が預かってる。その子に指一本触れてみろ。大事な指輪はこうだ。偽物だ。そう、人を排泄物扱いしやがって。ふーん、落ちたか。多分。調べろ。あそこは行ける者の赴くところではありません。放っておけば必ず死にます。指輪をやつが握っているのだ。うっ、かしこまりました。待っておれ、お前のコソ泥をズタズタに引き裂いてやる。殺しも殺したり、400年分か。何万だぶ、何万だぶ。神妙にしろ。父ちゃん、よく無事だったな。教えろ、出口はどこだ。どこから入ってたんだ。俺も落っことされたんだよ。え、その様子じゃだいぶ歩き回ったようだな。うるせえ、盗人の情けは受けねえ。まあゆっくりしようぜ、どうせ出口じゃねえんだから。はい、ちょっくらごめんよ。父ちゃん、いいかしてくんない。レバン、この仏の大群は一体何なんだ。墓場とは思えんが。そこの壁見てみーの。ん？これは…何万だぶ、何万だぶ。
ただの城じゃねえと思っていたが、これほどまでにして守る秘密とは。おい、お前の狙いもするか。それをやってんだ藤子ちゃん、仏様にならなきゃいいんだけどね。とにかくジタバタしてって始まらねえや。おやすみとちゃん。サム、あ、もうこんな時間か。どうだ様子は。まだ動かん。待つしかねえか。遅い。ジョドー様。おお。おお、でかした。うわあ。うわあ。サソリ。これはま棺桶だぞ。1万円札ではないか。なんとこれが全部そうか。これよくできてるぜ。とっちゃん見ろよ。西ドイツの千マルク札。ポンド、ドル、フラン、リブル、ルピー、ペソ、クラウン、リラ。もうウォンまであるぜ。世界中あるな。偽札作り。ルパン、これがこの城の秘密か。そうよ。かつて本物以上と称えられたゴート札の心臓部がここだ。中世以来ヨーロッパの動乱の陰に必ずうごめいていた謎の偽金。ブルボン王朝を破滅させナポレオンの資金源となり、1927年には世界恐慌の引き金ともなった。歴史の裏舞台、ブラックホールの主役ゴート札。その震源地を覗こうとした者は一人として帰ってこなかった。噂には聞いていたが、まさか独立国家が営んでいたとはな。とっつぁんどうする。見ちまった以上後戻りはできねえぜ。分かっておる。警察官の血がうずくわ。こっから逃げ出すまで一時休戦にすっか。よがろう。だが盗人の手助けはせんぞ。脱出した後には必ずお前を逮捕するからな。上出来だ。ほんじゃまあ握手と。なれ合いはせん。あれま。藤子さん、潮時が来たんでお別れを言いに来たの。あなたは一体。
クラリス様付き召使いとして雇われた城内ただ一人の女。でも本当はこの城の秘密を探る女スパイなの。もうちょっといるつもりだったけど、ルパンが来たでしょ。めちゃくちゃになっちゃうからもう帰るの。あの方をご存知なの？うんざりするほどね。時には味方、時には敵。恋人だったこともあったかな。彼生まれつきの女たらしよ。気をつけてね。捨てられたの？まさか捨てたの？落とし穴から煙が。火事。地下からだわ。動いた。始めやがったか。大変です。火元は地下工房と思われます。なんだと。すぐ消すんだ。はい。そこを閉めろ。お前たちも行け。上同盟、まさかしくじったのでは。とっつぁん、早くしろ。そろそろお客が来るぜ。証拠だ。証拠がいるんだ。ほほっ。おのれ、ルパンめ。探せ。まだこの中にいるはずだ。おう、ひるむな。かかれ。おお、ルパンだ。おい、お前は火を消せ。兵配どうだ。光は後、キャツはクラリス様を狙っています。お早く。早くしろ。さあ、決勝を投げるな。また乗れ。とっつぁん、ちょっと寄り道するぜ。営利誘拐なら協力せんぞ。商売抜きで。こっちへ来る。迎えに来ましたよ。フジコ、ロープだ。偉そうに言わないで。フジコさん、大丈夫だ。とっつぁん、こっち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 。そう、うまくいくかよ、このバレオ。よし、いいぞ。
動くな、女ネズミ。藤子、お前には後でたっぷり聞くことがある。ジョド、ルパンのとどめを刺せ。やめて、撃ってはダメ。この人を殺すなら私も死にます。撃て。見上げた心がけだ、クラリス。指輪を取り戻してここへ来い。我が妻になればルパンの命は助けよう。今二人で死ぬのもよし、好きなようにしてやる。おじさま、指輪を。ダメだ、クラリス。いけねえ。エリノーラよ、ルパンはいつもそこに隠すわ。くそ、藤子のやつ。指輪です。この方と藤子さんを助けなければ、このまま湖に投げ捨てます。私を信じろ。指にはめてこっちへ来るんだ。撃ちます。指輪が来るまで待て。ついに我が手に来たか。ルパ、今日のは過信しとくわ。じゃあね。出番のないまま退却かよ。ああ、もうダメだ。飛び降りろ。またつまらぬものを切ってしまった。ルパン、俺が捕まえるまでくたばるなよ。何にしても困ったもんですな。陰謀です、これは。出動命令をください。これほど明白な証拠があるのですぞ。私は見たんだ、最新の印刷機がずらーりとこう。そんなことは分かっとる。これは高度に政治的な問題なんだ。我がインターポールの権限は国際犯罪に限定されている。長官、犯罪であることは明白ですぞ。分かっとらんな。相手は国連加盟の独立国なのだ。インターポールといえども強制捜索はできんのだよ。しかも情勢は極めて不利だ。世界中の新聞のトップを飾っているこの写真を見たかね。自ら花嫁を守った伯爵の勇気、ルパン・クラリス姫誘拐に失敗。ルパンの共犯者銭形に変装ともあるが、これは正真正銘の自分です。困るんだよ、現職の警官が軽率じゃないか。真相は報告したはずぞ。問題はだね、世論がどっちを信ずるかだ。勝ち目はあるまい。伯爵は西側の政界に友人が多いそうじゃないか。真相を暴かれると困る国も多いんじゃないのかね。その通り。現に大量の偽ドルが某国によって発注された証拠が。このリセリーブルこそ CIA の発注じゃないのかね。やめたまえ。ここに国家間の争いを持ち込んでもらっては困るのだ。さよう。動物は各国ごとに対策を考えてもらうしかありませんな。
ヘッ、出動準備できました。いつでもカリオストロ公国へ出発できます。出動はない。後任が決まり次第、我々はルパン担当の任を解かれることになった。全員帰国の準備をしろ。わしじゃ。食い物だ。すまねえな。どうだ具合は。熱は下がったみてえだ。あんたの手術のおかげだよ。礼ならあの犬に言ってくれ。誰にも懐かぬ老犬があの男からは離れようとせぬ。そうでなければお前さんたちをかくまったりはしなかったろう。よう、カール。気がつきやった。ルパン、傷はどうだ。次元、ゴエモン、久しぶりだな。久しぶり？何言ってるんだよ。傷による一時的な記憶の混乱だ。カール、今日はご主人様と一緒じゃないのか？お前さん、どうしてその犬の名を知ってるんじゃ。カールという名は、わしの他はもうクラリス様しか知らないはずだ。クラリス？そうか、お前のご主人はクラリスってのか。クラリス。ルパン。次元、今日は何日だ。あれから何日だった。3日だ。なんだと。じゃあ式は明日じゃねえか。こうしちゃって。ほら、無理するんじゃねえよ。傷口が開いちまうぞ。食い物だ。食い物持ってこい。食い物って、おかゆか。血が足りねえ。なんでもいい。じゃんじゃん持ってこい。そんなこと言ったってよ。わしがなんとかしよう。バカ野郎、そんなに慌てて食うなよ。胃が受け付けねえぞ。ウィー、12時間前からジェット機だってんだ。おら、ほら、言わんこっちゃねえや。洗面器か。何？食ったから寝るって。そうでしたか、クラリス様のために。しかしルパンがこのざまじゃな。ご老体はクラリス殿と深い関わりがあるようだが。わしはお屋敷の庭師じゃった。クラリス様は草木が好きなお子でな。太后ご夫妻が亡くなられ修道院にお入りになるとき、この犬をわしに託されたのじゃ。ルパンの体にお姫さんの匂いを嗅ぎつけたってわけか。この御仁はなぜ犬の名を知っていたのじゃろう。さあな、何しろ惚れっぽい男だからな。そんなんじゃねえ。おめえ、起きてたのか。もう10年以上昔だ。俺は一人で売り出そうと躍起になっている青二歳だった。バカやって生きがった挙句の果てに俺は強盗殺に手を出した。なんとか岸に這い上がったが、もう身動き取れなかった。年貢の納め時が来やがった。お水。震える手で水を飲ませてくれたその子の指に、あの指輪が光っていた。恥ずかしい話さ、指輪見るまですっかり忘れちまってた。藤子の単車だ。
今日の新聞の切り抜きだ。明朝結婚式のためバチカンから大司教が来るとある。俺は降りるぞ。藤子か。何、ルパンが結婚式を襲う、本当か。ルパンが相手なら天下御免で出動できるんでしょ。そうか、その手があった。急いでるんだ、どいてくれ。無駄無駄、この先ぎっちり詰まってるんだ。7キロ先で崖崩れだってよ。他の道はないのかね。遅れてしまうぞ。おう、万里馬おめえ様、この大司教様でんねすか。ああ、やっぱしそんだ。一つこのヤギっ子に祝福をくだせませ。あ、土地のものだね。カリオストロの城へ行く他の道はないかね。あ、田舎道でいいんならあっちにあるがね。助かった、案内してくれないか。さあ乗って乗って。はいはい、大司教様のためならば。はい。てっぱれ、あと一山越せば国境だ。夕方までには着かねばならんぞ。よろしいのですか、テレビなどに公開して。正当なご婚儀であることを世界に示さんという殿下のお心だ。おお、大司教様がお付きになった。ルパンめ来るのでしょうか。花嫁は私の影どもがお守りする。お前たちは門を守っておればよい。は。光と影が一つとなる時が来た。来い、クラリス。
所ある古き地の一族カリオストロの正当な後継者である証をここへ。いにしえの習わしに従い指輪を交わして婚姻の誓いとなす。カリオストロ公国太后息女クラリス・ド・カリオストロよ、この婚姻に同意するか、異議なき時は沈黙をもって答えよ。神の祝福があらんことを。異議あり。この婚礼は欲望の汚れに満ちているぞ。呪いじゃ。騒ぐな、ネズミめ現れおったな。地下牢の亡者を代表して参上した。花嫁をいただきたい。ああ、これでは式は無理じゃ。下がっており、良い余興だ。クラリス、迎えに来たよ。大変なことになりました。ルパンです。ルパンが出ました。放送中止しろ。何すんのよ。クラリス、クラリス、かわいそうに薬を飲まされたね。伯爵め、口を聞けないようにしたか。おじ様、いけません、近づいてはなりません。愚かなりルパン、その者どもも片付けろ。クラリス、泣くんじゃない。クラリス、今そこへ行ってあげるよ。気に入ってくれっかな、伯爵、このプレゼント。殿下、お前さんの作った偽札だ。指輪の代金に受け取っとけ。くそ、やつを探せ。この中にいるはずだ。確かにもらったぜ。貴様はルパン。おじさま。おのれ、ふざけた真似をしおって。やかないやかない、ロリコン伯爵、やけどすっと。ルパン、ルパン、
あのバカ何をやっとるんだ。命令無視だ。呼び戻せ。これは宇宙中継だ。もう遅い。おお、なんだここは。まるで造影局ではないか。あそこにあるのは、ありゃ日本の札。これは偽札だ。わざとらしくやりおって。大変な発見です。見てくれ、世界中の国の偽札だ。ルパンを追っててとんでもないものを見つけてしまった。どうしよう。ひとまず場外に脱出だ。頼むぜ一元、ごえもん。任しとけ、ここで食い止める。皆さん、どうかお気をつけて。次元様、必ず無事に戻ってくださいね。ご恩は一生忘れません。さ、ゆかりよ。カラリス、急げ。はい。次元様だとカレンだ。やっぱ始めようぜ。今宵の斬鉄剣は一味違うぞ。ルパンめ、まだ勝負はついてないぞ。場内はお任せください。うん、傷が痛むの。なに、軽い軽い。さあ、こいつをこいちまおう。向かい合った2匹のヤギ。つなぎ目にゴート文字が彫ってある。光と影をすり減っててよく読めないな。光と影を結び時つぐる高きヤギの日に向かいし眼に我を治めよ。昔から私の家に伝わってる言葉です。お役に立ちますか。立ちます、立ちます。謎解けたぜ。伯爵だ、さあこっち。抵当の機関部に潜り込むぞ。船をつけろ。あそこだ。おお、来た来た。なあ、あちゃ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 。ダメだ。レーザーを切れ、バカめ。こっから出られると思うのか。怖いか。いいえ。上等。いぜ。逃がすな。いや。いや。だめだ。ビル。ここはダメです。お前たちは階段を使え。はっ。よいしょ、ここにいな。入り口を塞いでくれ。気をつけて。すぐ戻るよ。あそこだ。
よう、伯爵。ネズミめ、串刺しにしてやる。いよいよ大詰めだな、伯爵。やあ、ここまでおいで、あらー、わっ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 、貴様から先に片付けてやる。クラリス、逃げろ。今行く。どこまで行くのかな、クラリス。そらそら、どうした、もう逃げないのか。カリオストロの血もこれで終わりだ。死ね、クラリス。待て、伯爵、取引だ。もう遅い。この女が死ぬところを見ており。話を聞け。指輪の謎を教えてやろう。お宝はどうしようとお前の勝手にするがいい。しかしその子は諦めろ。自由にしてやれ。見ろ、あの文字盤のヤギ像。あれが日に向かいし時継ぐるヤギだ。両の目に二つの指輪をはめる穴がある。この指輪はくれてやる。しかしその子を殺せば湖に捨ててお前を殺す。おっと、そこまでだ。クラリス、お中入れな。よし、わかった。はあ、ルパン、切り札は最後まで取っておくものだ。来い。確かに本物だ。指輪は受け取ったぞ。謎解きの代金を受け取ってくれ。離せ、クラリス。離せ。Ah!
なんだこりゃ。キリ、無益な殺生はせぬ。よう、立てるか？見てみな。隠された財宝か。湖の底にローマの町が眠っていたなんて。ローマ人がこの地を追われるとき水門を築いて沈めたの。あんたのご先祖様が密かに受け継いだんだ。まさに人類の宝ってやつさ。俺のポケットには大きすぎな。ポールが思い越し上げたな。行ってしまうの？怖いおじさんがいっぱい来たからね。私も連れてって。泥棒はまだできないけどきっと覚えます。私お願い、一緒に行きたい。クラリス、バカなこと言うんじゃないよ。また闇の中に戻りたいのか。やっとお日様の下に出られたんじゃないかな。お前さんの人生はこれから始まるんだぜ。俺のように薄汚れちゃいけないんだよ。あ、そうだ、困ったことがあったらね、いつでもいいな。おじさんは地球の裏側からだってすぐ飛んできてやるからな。カール、あ、カール、カール、クラリス様。お姫さん、おじさま、クラリス、達者でな。さいなら。ありがとう、皆さん、さようなら。さいなら、さいなら。そう、一足遅かったが、ルパンめまんまと盗みよって。いいえ、あの方は何も取らなかったわ。
私のために戦ってくださったんです。いや、やつはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。はい。では失礼します。ルパンを追え、地の果てまで追うんだ。なんと気持ちのいい連中だろう。私ずっと昔からあの方を知っていたような気がするの。ルパン、きっとまた会えるわ。いい子だったな。おめえ残っててもいいんだぜ。あら、フジコちゃん。ルパン見て、私の獲物。ああ、偽札の現場じゃないのよ。わっわっ、お友達になりたいわ。じゃあね。あら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 、ちょっとお待ちなさいってば。いいけね、また取っちゃって。ルパン、今度こそ逃がさんぞ。あなたにだけは分かってほしい絆。